こんにちは、マルオです。沖縄生まれ沖縄育ちのアラフィフ。日々に起こるいろんな出来事をお届けしております。今日は南城市知念海野にある国守の塔を参拝したいと思います。南城市知念の北側にあります。海野という地名だけあって、漁港も近くにあるようです。海野公民館の一角にありそうです。現在、南城市知念区原あたりのヤシ並木ロードに出たところです。海野は区原の隣なので、あっという間に到着します。ヤシ並木ロードはいつ通っても気持ちがいいですね。全部で170本近くあるそうです。気になって Google ストリートビューで距離を調べてみたのですが、ヤシの木があるのは 4km でした。今度本数をチェックしてみたいです。ヤシ並木ロードを右折して海野公民館へ向かいます。路地に入ると途端に田舎道ですね。海野という地名ですが、なぜかサザエさんを思い出しました。サザエさんは磯野でしたね。海野のガイドマップがありますね。観光で訪れる人は少ないと思いますが、このようなマップがあるとありがたいですね。海野という地域が生まれたいきさつなどが記載されてます。漁業と農業を生業とすることから海野という地名になったそうです。パーリーも行われてるんですね。慰霊碑は海野公民館の裏にあります。隣にある遊具がシュールな感じです。国守の塔です。戦没者のお名前が刻まれています。太平洋戦争じゃなくて大東亜戦争と記載されていました。大東亜戦争という呼び方を禁止した GHQ の思惑を考えなければなりません。歴史的事実は戦勝国によって変わることを知っておきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。